私らイエティご一行なんだけど、なんで攻撃してくるの？意味わかんないから。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、抵抗通って、来ないでよ。戦って。銀影詩人。めっちゃ役立たずやん。とりあえず、飛行兵団のところに行かんといかんのよね。対飛行兵団設計図もう 75% できとんや。何これ。あ、魔力の水晶。そんなもんまで落としてくれるんやね。よきよき。ちょ、待って。別に君たちのところに行きたいわけじゃないんだけど。あ、そっか。もうこっちまっすぐ向かって行けるようになったのめっちゃいいね。この辺焚き火とか。そう、飛行兵団の野営地にね、ちょっと向かいたいんだけど。びっくりした。人かと思った一瞬。首狩り族か。焦る。さあ、とりあえず向かいますか。そう、爆弾岩とかね、ちょっと、やっつけながらいかんといかんねえけど。うい、痛い。痛いって。さあ、爆弾岩が落とすね。痛い。やめてくれる、ちょっと。爆弾岩が落とすね。おーおーおお、爆発した。なんやん、ちょっと。普通にあれか、倒さんかったらいかんのかな。待って、登りたいんだけど。違う。あら、登りたいんだけど、そう。やっつけんかったらいかんのか。爆発されたら、あのアイテムはゲットできないということですかね。痛い。結構なダメージなんやね。あー、やめていただきたいです。あ、でもこのメガンテでやっ、ふっ、ダメージ与えれんのかーい。ないね。あ、やっぱないわ。で、ちょっと待って、さっきからそこのマークがちょっと気になったよね。どうも。どうしたの、君。おお、お前ら、軍船には行ってこれたのか？お前ら甘いものに飢えてないか？よかったらハーゴン軍の武士であるアンサンドを分けてやってもいいんだぜ。マジでちょうだい。とはいえ、タラじゃ渡すね。俺は生肉に目がなくてな。生肉5個となら交換してやろう。生肉さっき1個だけ落とされたんやけどさ、1個しかないよね。あれか？生肉は、アルミラージから取れるかな。いないっすね。いないっすね。うん。まあ、じゃ、とりあえず進んで、いきますか。よいしょ。なんかめっちゃ生肉持ってうろつきやんけだし。違う、ここはあれやわ。ここじゃなくって。あ、アルミラージおりやん。じゃ、肉になっていただくね。肉落とせや。あ、そっか、ピカリ族も落とせんやっけ、生肉。オッケー、いい感じやん。あ、むしろもしかしてアルミラージ落とさんかったりする？あ、落とすわ。はい、3つ。ね、そこの君ら落とさんのかな。とりあえず、ピカリ族の方行くか。へい。お、いいぞ。これで4で、あっちにも首狩り族がおるけん、ちょっとそこで寝ないで。何？何ちょっと鳥たちに囲まれて真ん中で寝てんの。あー、よし、もういいよ。ほら、もう生肉5個ゲットしたけん、ね、おいし、向かいますか。はっ、通り過ぎよった。はい、到着。おお、ずいぶんたくさん生肉を持ってるな。どうだ、アンサンドと交換するか。はい、します。はい。ガッハッハ、交渉成立したな。さあ、甘いアンサンドを食いな。ありがとう。お、アンサンドも5個くれるんやね。1個だけかと思いよった。甘い甘味は最高だろう。まあ、実際私はアンサンドとか絶対食べれんけどね。全然美味しそうとも思わねえ。とりあえずこれで、どっちの方向に行けばいいんだかな。ここやら目的地。あ、ってことはそこの、
水辺をちょっと渡っていかんといかんわけだね。あ、そっか、前回泳いで行ったんやったっけ。いや、でも橋がかかっとんか。そっかそっか、橋かかっとるよね。確か。で、最初多分橋から渡っていって、あ、ここはってなったはずやけん。え、どこ橋なくね。あれ橋はどこかしら。ないんすけど、ちょ来ないで。いやー。あ、裏手から行ったんかな、もしかして。こっちの裏から、なんかどっか渡っ、こっちに、ムーンペタに先に行けばいいか。ムーンペタに来てからの、いてててて。ここからやったら結構距離近いんじゃない？どの辺だ？あー、これ、ん？これを渡った先？どこ？ここ。あ、あれか。あったあったあった。ここや、ここ。この先やんね。ゲヘ、ゲヘヘ。どうも。この先に行けば毒沼があるぜ。毒の香りで癒される素敵な場所だ。ただ、最近鳥の魔物どもが来てな。ギャーギャーやかましいことこの上ない。まったく嫌になるぜ。ってことで、私たち。あ、ちょっとやめてよ。これ使ったら攻撃されんくなるんかな。え、待って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 。何何何、バニーになったんだけど。モンスターになるだけじゃないの、そういうこと。めっちゃ攻撃されるやん。今回違うモンスターになろっかな。イエティで行こっか。あー、毒ふざけてんじゃねえぞてめえら。うん、別に話す言葉は変わらんのよね。じゃあちょっと向かいます。私らイエティご一行なんだけど、なんで攻撃してくるの、意味わかんないから。だってね、これで潜入することは成功するのに、その辺の魔物には攻撃されるっておかしくない？そこもちょっと、ね。ちゃんとしよう。え、いけるこれ。ちゃんといける大丈夫？あ、どうも。ちょっと私たち、空は飛ばないけど、入ってよろしい？いけそう。あ、ダメージ受ける。ちょっと待って。話したいの。ここは飛行兵団の野営地だぜ。知ってまーす。ちょっと話せない。お前、羽もないくせによくもまあこんなところをうろうろしていられるな。まあね。別に大丈夫でしょ？羽なくっても入れてくれるよね。ここは飛行兵団の野営地だ。羽のないものが何のようだよ。何？そんな、なんか言われちゃう？なんか、道具の切り替えがめっちゃ。大事なものは毒沼の中に隠せって、死んだじいちゃんが言ってたんだ。毒沼の中に、じゃあ何かしら隠れてる可能性があるってことやね。入れない。うぅ、びっくりした。この場でもしね、てか変化見られたけど大丈夫？この場でもしね、バニーとかになったら最悪なことやったけど。けけー、お前ら何をこんなところで油を売りさばいてやがんだ。お前ら、風切りの羽を集めてんのか？あれで風を沈めないと戦えねえぞ。風切りの羽？風切りの羽は風を起こしたり、逆に風を沈めたりできるすっげえ羽だ。最近空が荒れてんだろ？俺ら空を飛ぶ魔物は気流の変化に弱い。竜巻なんか起きたらやばいんだ。竜巻ってことは、バギーかな。だからこそ、風切りの羽を使って風を沈めてから、ムーンブルク城を襲いたいってわけさ。風切りの羽はここらにグレムリンが集めてる。お前らには回収係を頼むとしよう。空飛ぶ魔物は気流の変化に弱いか。風切りの羽とやらがあれば、アイラなら何か作れるかもしれない。集めてそうだな、そうだな。お前ら無駄話してんじゃねえ。3匹のグレムリンに声をかけて、風切りの羽を6枚集めてきな。大事なものは毒沼の中に隠すって言ったらしいよ。されてないかな、風切りの羽。毒沼。うわ、びっくりした。モンスターかと思った。あ、一応なんか、示されてるのか。話すやつ。何？風切りの羽を持ってくるように、ベビル様に頼まれたらと？けっけっけ。ならば、本当に俺たちの仲間なのかどうか、いくつか質問に答えてもらうぞ。まず最初の質問だ。俺たちの兵団名は、ズバリ航空兵団か。違います。飛行兵団です。では次の質問だ。
この間ムーンブルクの奴らにやられちまったジューマ兵団についてだが、ズバリ兵団長はイエティで合ってるか。え、違う、なんかもっと変なやつやったなんか忘れたけど。なるほどな。では次だ。この野営地にグレムリンの数はズバリ俺を入れて3人か。え、1、2、3。3人なんじゃない。はい、では結果発表だ。ズバリお前はうひょー、全問正解。どうやら俺たちの仲間みたいだな。それじゃあこれを持っていけ。あ、よかった、ありがとう。2個ゲット。俺今クイズ作りにはまってるんだ。みんなに悩む壁がたまらねえんだよ。何それ。まあ楽しそうで何より。うへ、ベビル様の命令で風切りの羽を集めてる。急にそんなこと言われても困っちゃうよ。誰にも見つからないようにこの毒の真ん中に隠しておいたんだけど、詳しい場所を忘れちゃって。でも僕、目印として木箱を浮かべておいたんだ。君、僕の代わりに探してみてよ。毒沼の中か。面白い。潜って探そうぜ。死なない。あ、そういうこと。また指導。アイナの乾きの壺を使えば、潜らずともなんとかできるんではないか。毒沼も組むことができるの？だがどうする、魔物の姿じゃ乾きの壺は使えないんだろう。では魔物に見つからない場所で一度変身を解くしかないだろう。木箱なら毒沼から風切りの羽を探すんだ。木箱を浮かべておいた。どこだい。ミスった。しょちょ待って。え、誰？人。スライムで行こう。めっちゃ焦ったんやけど、そっか、走れんのんやっけ。これ？木箱を浮かべておいたって。ってことは、この辺で、よいしょ。さーて、組みますか。よいしょ。ん？これは、間違えた！あ、これ？宝箱がある。イェーイ、やったね。ゲットー。よいしょ。てかさっきね、モンスターたちのど真ん中で変化解いちゃったけど、全然大丈夫やったね。いいのか。大丈夫なのか、あれ。ゲットしたよ。ゲットしたよって言ってもさっきと格好違うけどね。ふへ、ベビル様に風切りの羽を集めてこいって頼まれたって。風切りの羽はこの倉庫にあるが、お前たち羽も生えてないし、本当に飛行兵団の仲間なのか。仲間ですよ。まあいい、ちょっと待ってるよ。私スライムだから、そのうちちょっとね、ドラゴスライムとかになるかもしれんよ。わからんけど。よし、鍵を開けてきた。倉庫の中にある風切りの羽を持っていきな。ちゃんとね、証拠も示してないのに、開けてくれるのね、親切。閉じ込められたりしない？大丈夫？あら、ラーの鏡やない。ん？あれはまさか。あー、ちょっと待って、これ変化解かれるんじゃない？ほらー。やめて、鏡を向こう向きに置いて。お、どういうことだ？変化が解けたぞ。騒ぐな、騒ぐな。やはりあの鏡は。あ、ほらほらほら、早く、風切りの。おーい、お前たち、ちゃんと風切りの羽を見つけられたか。待って、出ていくな、ここでやられろ。お前たちは人間。俺様を騙しやがったな。許さんぞ。全然当たってないけど。よし、よく騒がなかったな。グレムリンを倒した。イエイ。敵はぶっ倒したが、どうして変化が解けたんだ。見ろ、あれはラーの鏡だ。真実を映し出すという世にも珍しい道具だ。まさか魔物が持っていたとは。そうか、あの鏡に映ったせいで変化が解けたんだな。あゆな、風切りの羽と一緒にあのラーの鏡に回収しておこう。いいね、これでスパイがわかるわけや。怖っ。え、でもスパイっていうのは何？魔物なの。魔物ん、人間が魔物に協力しとるわけじゃなくって、魔物が化けてあの中におるってこと。うわ、恐ろしい。なんで光ったん？なんかわからんけど、風切りの羽ゲット。ここなんか壊せそうやけど、そういうわけじゃないんか。よーし、じゃあこれを持っていきますか。
ちゃんと変化をしておいて。え、かわいい、みんな髪の色とか違ったね、なんか。よし、スライムでいきます。どこ、あれ、あ、おったおった、あっちか。え、あんな遠くでしたっけ、あれ。で、あれ、デビルってやつこの辺におらんかった、移動した。え、これ届けるんよね、おる、ちゃんとそこに。いて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 、風切りの羽集めたよ。で、デビル様、そんな名前やったっけ、忘れたけど、どうも。おお、風切りの羽集めてきたんだな、上出来じゃねえか。なんか大丈夫、襲われない私。ちょうど嫌な風が出てるんだ、この風切りの羽があればなんとかなるぜ。何、おお、やべえ、竜巻が出やがった。お前ら建物の中に逃げ込むんだ、私は大丈夫よ、間に合わねえ。うわー、おー、てか全然動きないやん。そういう感じ、死ぬわけじゃないんやね。で、この隙にやっつけるってことか。ほう、風の力っていうのはなかなかすごいな、俺たちも危なかったぜ。もうスライムだからね、吹き飛ばされてもおかしくなかったよ。そうか、飛行兵団は体がいつも浮いている、強い風に弱いということだな。でも浮いたままの状態保つんやね、すごい、落ちるんかと思った。どうだいな、風切りの羽で空飛ぶ魔物たちをうまく地上に落とせるような魔法兵器を作れないか。とにかくこれで敵の弱点は分かった、一度城に帰るとしよう。お、なんか思いついた、バギバキューム、魔物たちの侵入を風の力で防ぐ兵器、上空のモンスターを吸い込んで地面に落とす。なるほどね、大丈夫君たち、返事がない、気を失っているようだ、あれやない、ちょっと。ていていてい、やっつけれんやん、マジで。なるほどね、じゃあとりあえず帰りますか。はい、ムーンブルクに帰ります。弱点もちゃんと分かったことだし。ただいまー。ん？なんだかただならぬ気配を感じるぞ。何かあったのか？なになになに？何か攻めてきたとかそういうこと？じゃなくて？おお、びっくりした。おお、アイナ様。ただ、大変です。何？え？また増えた。これは、みんな死んでやがるのか？ええ、こっそり殺されて埋められていたようです。しかも背中にある傷は兵士の剣の傷。ってことは、あれや。何やった？スパイや。それでは、兵士に化けた魔物の仕業。もし本当に魔物が人間に化けているとしたら、どうやって正体を暴いたらよいか。ランの鏡でもあればの。あるんですよ、それが。ん？なんだ、アイナ。ランの鏡を持っておるだと？それを早く言わぬか。ならば決まりですな。気は進まぬが、一度城順全員を調べてみるしかあるまいの。怖い。名前がついてるキャラじゃないよね、さすがに。おいおい、城の奴ら疑うのかよ。そんなことやめようぜ。嫌と申すか、シドウ、お主怪しいの。疑心暗鬼になってはいけない。それこそ敵の思うツボだ。だけどシドウ、君も例外じゃないよ。僕たちから見本を見せよう。まずは僕たちにラーの鏡を使うんだ。いいな、ネッサ。ああ、頼むぞ、エナ。ラーの鏡。よし。まずは、君から。君絶対怪しいと思ってんだけど、私。これは僕の顔が映ってるね。ということは、僕は魔物じゃないってことだ。ふん、なんだか安心したよ。自分が魔物じゃないことくらい分かっとるやろ。はい。遠いのか。話せる距離じゃないといかんのかな？近すぎん？どうやら私の顔が映ってるようだ。これで疑いは晴れたな。シドウ実はモンスターやったりせんよね。だってシドウだもの。え？しかし不思議なことにシドウの姿は鏡に映っていない。どういうこと？なんだよ。真実を映すとか言って何も映ってないぜ。とんだ片透かしたな。え？怖い怖い怖い。それにしてもまさかお前が俺にまでそんなものを向けるなんてな。ち、なんだか気分が悪いぜ。お前俺のこと信じてないのか？え、てかまずなんで映ってないんだよ。
これで3人は守れではなかったということになる。資料が映らなかったのは気になるがな。うんうん。では、あゆなよ。3人以外の城内の者に、ランの鏡を向け、人間に化けた魔物を見つけ出すのだ。やごめん、切った。わしの端正な顔が映っておる。守れではないということだな。とりあえずね、名前のある人からやっていきたいやん。しかし、王のことまで疑うとは、その他笑顔の奥に底知れぬ闇があるな。そんなものは抱えてないよ。なんか君怪しくない？切るよった。はあ、鏡には僕の素敵な顔が映っています。ルルル、本当にこの中に魔物など、ラララ、潜んでいるのでしょうか？ムカつくは魔物じゃないんか。必ず切ろうとしてしまう。この顔、わしの顔じゃ。なんという男前、なんという凛々しさじゃ。それはない。城内の兵士が消えたこと、やはり見間違いではなかった。全く恐ろしいことじゃ。ゼセル。君は？はあ、安心しました。映っているのは私の顔です。それにしても、この中に魔物が紛れ込んでいるなんて、本当に恐ろしいことですね。じゃあ、やっぱり二重スパイ。ふん、この顔は散々見てきたわしの顔。なんだかまた少しデコが広くなったかの。デコっていうかもう上全部でないけんね。死体となっておった兵士は、よらよら暗殺され埋められたのじゃろう。なんともひどいことをするものじゃ。てかあの殺された兵士ってさ、この間、兵士になったばっかりの子も入ってることない？かわいそう。ほら、この子と、この子、こいつと、こいつと、あとこいつと、で、もう一人の女の子やろ？あの子が殺されたってことやん。だってなんかポニーテールの女の子おったもん。マジか。ってことはこのうちの一人じゃない？お前やろ。はっはっは、鏡には。鏡には？うわー、誰？お前も？たくましい化け物の顔が映ってるぜ。荒くれは違ったんやね、そっちも。なんと鏡に魔物の姿が映し出された。やっぱり魔物やけん兵士志願してきたんや。己、そやつが魔物であったのか。バレちゃ仕方ねえ、お前たち。死なばもろともだ。なんでこんなところに。うっそー。こいつらのせいであの兵士志願してきた女の子は。かわいそうにね。名もなき兵士。よし、魔物はやっつけたな。おう、魔物を倒してくれたか。まさか本当に人間の化けた魔物が潜んでおったとは、なんと恐ろしいことだ。てか、よくビルダーが倒さんかったね。私たちはあの魔物たちと一緒に過ごしていたのですね。考えるだけでゾッとします。なんならね、一緒に訓練とかしようってけんね。何はともあれ、潜んでおった魔物は倒したのだ。これでひとまずは安心できよう。しかし、魔物と人間が鎧の話をしていたという情報もあります。まだ油断はできません。ってことは人間の姿やけど、普通に、人間の姿っていうか、人間やけど魔物側と繋がってるやつもおったってことか。アイナ、今後も定期的に魔物がいないか調べたい。ランの鏡を預からせてくれないか。やだー。マジで、渡すの？はい。ありがとう。大切に使わせてもらおう。このようなことが二度と起きないように。でもアネッサさ、あっち側の人間じゃない？だってさ、教団から抜けてないやん。これ渡さん方が良かったやねん。よろしければ、エナ様。亡くなった兵士たちの墓を作り、弔ってあげてくださいね。そっか。ああ、エナさん。本当にひどいことが起きてしまいましたね。城の中に魔物が潜んでいるなんて。魔物は見つけたのに、帰って不安になったのは僕だけですか？もう何を信じたらいいかわからない。おっと、いろいろあっておしゃれかけていましたが、飛行兵団の弱点を探ってきたんですよね。うんうん、風だったよ。ほう、バギバキュームですか。確かにそんなものあれば、空飛ぶ敵に効果があるかもしれませんね。ところでアイナさん、僕はミトさんの話をしっかりバッチリ聞いていたんですが、亡くなった兵士の背中にあった傷は、兵士の剣の傷だったとか。これって、潜んでいた魔物をやっつけても、まだ城内に裏切り者がいるということでは。いや、でもあいつらが兵士の剣持っとったけんね。敵の弱点は分かりました。まだいるかもしれない裏切り者に覚えつつ、
出城の設計図を完成させてください。 OPH2 とかちょっと余計な一言やけど、アネッサじゃない、まあ、とりあえずじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次の依頼がないね。次の依頼がないってことはもうあとはデジロが完成せんといかんっていうことか。